はい、負けまくってるエレナさんですね。1個上ですね、 A プラスのエレナさんとの4連戦です。正真正銘4連戦。もう最近は勝ち動画にこだわってないんで、しゃがんで構えるあれな、さっきの下段キックでそのまま構えるやつ、あれをなんとかしたいんだな。まあこのコンボはもう仕方ないとしようよ、うん、いや使う、まあ負けましたね、0勝2敗。あれは投げれたな。下段ペチ投げをするべきかな、この人は。結構ね、この、まあ、中段取った。そうですね。中段 P も多い気がするんですよね。一勝取りましたよ。もう一勝で十分っす。はい、もう一丁いきましょう。サイドアタックか。ドヤ顔投げに行けなかった。テンパってるし、今のです。コンボの最後にしゃがん、下段キックしながら構えるやつね。あれをなんとかしたいとか言ってる間に負けましたね。このメロディーよ、はい、このメロ、どのメロディーかな。まあ4連戦です。はい、お、下段ペチが入ったが、そうですね、相手がガードなんか投げてたな今俺。下段は取られた。もう一回、そうね、今こそブレイクホールドするべきでしたよね。この辺うまいわ、振り分けが。そう、ガード我慢しきれなかったな。はい、本日もサンドバッグになっております。反撃の系も、珍しくサイドアタックしたな俺。そうなんですよね、あ、下段取った、多かったからねこれは。ただそれに調子乗って俺ホールドを出しすぎ、投げるかー、ゲージ丸ごと持ってかれーの最大投げが決まらなかったが、中段起き上がりを取ってまた一勝はできた、中段取った、いいんですよ、やっぱ強い人には少しずつ勝っていこう。あ、すげえ、中段取ったな。これね、あれ絶対手癖だと思うんだな。最後にバシッて下段の蹴りを取れたらね、いつか勝てるんじゃないかなって思ってる。このメロディー、もうさっきも言いましたが、このメロディーがどのメロディーかよくわかんない。でも、またマッチングしたんで次行きます。よし、先ほどのエレナさんとステージを変えてのマッチングです。もうあれ絶対手癖と思うわ今の下段。あ、中段受けた、あれを取ってどうやってみたいな。お、あんまり出さない 66K。 でも 66K ね、何気に
あれなんですよ、あの有能な技なんですよ。隙があんまりない、前には珍しく。これは大発ですね、おそらく。一生できたのはでかい。おお、ぺっちゃんこなった。投げられた。ゲージ使われる。あ、このままもうぶっ放す感じね。待って、あ、壁に当たって一生いっぱい。こっちはゲージがあるぞ。中段受けた。あー、おー、すげえな、反撃でホールド取るか。んー、今のは遅すぎる反応が。多分あのハハハっていうキック3パターン角投げな気がするな。いやー、でももう頑張っていこう。開幕サイドアタックで打ち負けたぞ。俺もじゃあサイドアタックって感じだが。いやー、止められた。これこのまま負けそうやな。負けたわ、悔しいけど。でもね、一生はできるようになった自分を成長したと思いたい。次行きます。はい、4戦目ですね。勝とうとは思ってない。でも勝つための糸口をつかみたい。あ、中段起き上がり取った。投げに行くがダメ。お、最大投げ。あー、今の背向けとかな、なんかいけそうよね、絶対。うん、もうさすがに、さすがに下段投げ、あのホールドは取らせてもらいました。あー、これこのまま僕死んでしまうん、死んでしまうん。あー、ミリ残った、ミリ残った。頑張れ俺、負けてもいいんだ。全力でぶつかっていけ。ショーダウン入れて。お、あ、エレナ特殊起き上がりもあるんか。3K の癖は良くなかったが、当たったからよしとしよう。なんで投げる今。でも本当テンパって自分の動きがおかしくなるのと、冷静に行動するのと、もう本当この2つ。いやー、これは良くないよ。あ、でもうん、なんとかなってる。2勝いて。あー、うーん、そっか、あの中段キックよく出すもんね俺。これも癖ですよね、サイドアタック。投げはダメか。お、いいね、サイドアタック。中央投げたか。好きだらけですわ。あ、死んでない、死んでない、死んでない。ああ、まあダメでしたけど。でもね、前にボコボコに、今回もボコボコにされてるんですけど、あの前回のボコボコよりかは少し成長したと思いたい。はい、こんな感じでした。僕のチャンネルをがもし YouTube であの露出をあの増やしてもいいよって思う方はね、いいねボタンとチャンネル登録ぜひお願いします。あとは、もう散々昨日コメント、あの、説明したんで省きますけど、次はコメントですよね。コメントもね、あの、やっぱり、皆さんとなんか交流したいっていう気持ちがめっちゃあるんですよ。まあ、見に来てくださってる方が一定数いるのは、まあ、いると思うんで、その、なんかね、こうした方がいいよ、ああした方がいいよ、こういうのが見たい、こういうのは見たくない。なんかね、そういう、
コミュニケーションをすごい取りたいと思うんで、コメントもあなたにデメリットはないです。はい、僕はまあ管理画面でコメントしたことはわかるけど、あなた自身がここでこんなコメントしたとかは残らないはず。はい、なので安心して思ったことは述べてください。誹謗中傷だけは NG です。あんまりひどい場合はスパム扱いしますんで、建設的なお言葉はぜひ受け付けております。はい、では次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。